こんばんは。サラマンダーさん、ナナさん、トーク、エイサクさん、タダさん、しんのすけさん、イギータさん、ニャンマルさん、NT さん、山道さん、ヒデ、あ？あう？ヒデくん、ランドシア兄ちゃん、のぼるさん、アーツさん、TKC さん、ギオさん、ヨッシーさん、あおにくん、ももいろかっぱさん、ヨッシーさん、りんちさん、なゆたさん、しっぽさん、トリダーさん、さゆたさん、バスギアさん、まささん、トリメン、お、ほんとに？やった自分じゃ全然わからんけど、クッキーさん、うっかりあんこさん、うーたんさん、おおきたさん、しょうさん、きらためさ、はるぴーさん、もくさ、いきささん、ぬまさん、なおとちゃん、かわいい、ありがとう、みやひーさん、お、今日は配信に読めますね。ケイタさん、スープカレーさん、カズさん、ハキヒロさん、アッキーさん、キッチンさん、モクさん、ノリさん、ノンさん、ハネウマさん、エイティさん、横山子さん、ボイデさん、ヘイちゃん、錦鯉さん、ヨッシーさん、モリショウさん、イッちゃん、小倉さん、ヤッホー、明日のお茶作って、お楽しみである。明日さ、バリバリ集合時間早くしに、今日余裕で夜更かしする気満々なんだけど。ゆうへいさん、りくおさん、えいぼうさん、あまいともちさん、おうて、びしゃとりさん、うしいこさん、けんじさん。わかる？ほんとに？自分じゃもうなんか無駄金だわって思ってたけどよかった。いーちゃん、ビンゴの神とさん、ゆうたさん、けいたさん、さのさん、のぶさん、ちよしーさん。まーくん、こんばんは、はなこ、ハート、いーちゃん、かわいい、ありがとう、ぽみにーさん、きゅうさん、りょうたさん、よゆうたらさん、こいさまさん、ちひろさん、こんばんは。前髪？目覚めなくていいのに。だって明日早いもんね。シャルゴタン、ハート、ありがとう。ケンさん、センちゃん、ささん、ヤスレさん、カズキチさん、こんばんは。そんなにわかる？そんなに？なんかヘッドスーパー やりませんか、あなたはやった方がいいですみたいに言われて、なんか追加料金させられました。しんいちさん、 TK さん、それごたん、ハート、エスベさん、お疲れ、いとちゃん、ハートありがとう。トポン、チチリン、こんばんは。え、オールはせんけど、でもなんかこの髪型ちょっと人妻感すごい気がする。なんかそう、なんか年取った気がする。カムカムさん、オエルさん、ピロリンさん、シャータイシャショアシャーショーサさんの セルジュさん、いいね、ありがとう。ブレグラさん、かわいい、ありがとう。そう、窓開けてる。サナコさん、はじめまして。アイスティーさん、ハートありがとう。たまたこさん、白井が行くので、わかりました。わかりました。ミシルボーイさん、ハート、ありがとう。リュウチさん、尊い、ありがとう。ケンさん、こんばんは。そう、しのすけさん、かわいい、ありがとう。ゆうちゃん、アットマークつけとる。やっぱり来年さ、ビクーニャさん、こんばんは。え、そう、勧められると何でも買っちゃう人なんです。ゆうちゃん、かわいい、ありがとう。ガリガリ君さん、いいな、やりたい。マイドさん、モトさん、こんばんは。チョチョさん、久しぶりに来た。どこに行ってたんですか。 AT さん、かわいい、ありがとう。赤ヘルサンタさん、母さん、イリコジさん、イカちゃん、うぶぶぶ、ミセヒロさん、クマピさん、こんばんは。ポポさん、かわいい、ありがとう。シクさんも、かわいい、ありがとう。待って、読めん。マサドレさん、エイメイさん、こんばんは。トリナーさん、かわいい、ありがとうございます。グリオさん、たくさんのくさん、こんばんは。いや違う、なんか店員さんとかに買え言われたら買う。買う。そう、いっちゃん、ハート、ありがとう。ツボももしかしたら、まあ、値段によるけど買ってしまうかもしれん。怖い、自分で。しゅんち、こんばんは。え、なんか肩のマッサージをさせられた。なんか凝ってますねって言われた。花子、ハート、ありがとうございます。台風対策で、あ、許す。
あ、そっか、オルトさんこんばんは。ミニレオさん、しんにゃんちゃらさんこんばん。ケイタさんにゃう、ありがとう。ミシェルボイさんお疲れ様。ストーク先に明日お礼する人を言う。でもう手が痛い。私色質強いんだよね。そんなところ、ほくろめっちゃあるよ。顔にほくろある人でしたし、いや今日自分めっちゃ人妻じゃわ。今日なんか自分人妻感すごいわ。おかえりなさい。ほら人妻感がすごい。この長さは人妻感がすごいすごくなる。ゆうちゃん誰はありがとうございます。そう自分で言う、19歳なんだけどな。24歳の新妻。そんなにでもあんまり言うてそんな変わらん気がする。なんか髪の毛がいい匂いがするぐらい。いやそれとも私にスルーはね、言わないよ。裸エプロンも着ないよ。言われてみれば軽くなった気はするけど、どうなんだろう。待って、明日強制的に配信来る人言います。みんなのおじさん、カニカマさん、何人言えばいいかな。明日1日何人言えばいいの。これ永遠に終わらない気がするの。明日何人お礼したらいいんですか。これは全然多分あと5日必要よ、4日必要。あと4日必要なんです。多分あの昇格のやつもある。じゃあ6人にする。みんなのおじさん、カニカマさん、シャルボタン、6人はちょっと6人ペースでいったらあと5日かかる。みんなのおじさん、カニカマ、明日来る人、そうみんなのおじさん、カニカマさん、シャルゴさん、ジョージさん、阿部ちゃん、青鬼くんまでが明日絶対来る人。明日はね、明日も夜かな。てかさ、私髪の毛以外にどっか変わったか気づきません。はじめましてじゃないよ。おたおめ。タウンさん、はじめましてじゃないでしょ。何よ、誕生日の日もはじめましてなんて。そう明日強制です。6人。ちょっと待って、これさ、そうリップ。わかるリップでマスカラ塗って、体重はリップ、そうリップなんです。リュウさんこんばんは。そうなんか。ありがとう20歳。いいな20歳。一緒に居酒屋行こうや。来年まで待って。私まだ居酒屋行けないもん。私これね、これはなんかプルプルするやつにした。待って、これ決めた方がいいよね。1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 1。あ、いい、いけた。待って、何いけた。明日来る人、みんなのおじさんか、今から言いますね全員。明日来る人、みんなのおじさん、カニカマさん、サルゴタン、ジョージさん、阿部ちゃん、青鬼くん、その次の配信に来る人、ハピちゃん、ツヨッシーさん、ノンさん、リュウヘイさん、クマピさん、ポンさん、その次の次の配信に来る人、リンコワンダーさん、栃木のスーさん、シュンチ、ヤスノリンさん、シンヤさん、AT さん、次の配信に来る人、くまぴさん、
くまぴさん、あ、くまぴさん2人いる、くまぴさん、くまぴさん、ルシエルさん、みーさん、ジョージさん、マーラさん、つのさん、おー、これでもう分かりやすい分かりやすい。明日はね、多分配信する、明日はする気がする。よこれで OK。 リュウジさん、こんばんは。じゃあ行きます。え、違う、くまぴさんは多分誕生日の人と昇格した時の2人分いるいや、ちょっとね、まあまあまあ、また、まあ、多分、もうわかんない、私もね、待って、聞いて、今日もさ、今日9人帰ったんですよ、聞いてよ、今日1時間半かかったの、マジで一生終わらん気がした。あ、もうこれ一生終わらん、あ、もう先がといや、チェキ会の練習がてらなんかちょっと早く行こうと思ったけど、なんか結局いろいろ考えて書いちゃう人だから、そう、もういいですかこれね、ちょっと許してゆうさん、ハートありがとうございます。だからなんか1時間半かかった、めっちゃ遅い書くの。じゃあ今日のお礼をしたいと思いますポポさんです、まず。え、あ、待って、違う、間違えた、昨日おらんかった人、ちょっと待って、もうね、お礼で配信が終わるんですよ、ちょっと待って、え、なんか書くときに、あー、この人はこんなことがあったなーみたいな、チェキ会とかオンラインサイン会もこの人はこんなことがあったなーって思いながら書くから長くなる。エイコンさん、こんばんは。タンタンタンユウさん、ハートありがとうございます8時くらいから、待って、なんだっけ、いや、わからんでも自分大体夜に配信するね。じゃあ、まあいつも夜なんですけど、あ、はい、昨日いなかった人、なおさん、なおちゃん、こんばんは。なおさん、あ、いたなおさん、アットマークやばい、リンコの輪にハマりすぎた、え、リンコにラブレター、ありがとう。なにこれ、リンコにラブレターありがとう、リンコにラブレター、ハートハートありがとう。何なんですか、最近リンコちゃんと話してなくてリンコ不足なんですか。まあ、ナウさんはお手本のようにリンコの間にドップリンコですからね。あれ、前回の、あれ、あ待って、間違えた、間違えた、あ、もうこれ同じノートだから、ちょっと待って、間違えた、なんか、何、ラブレターって何って思って、待って、どれ、あれ、私書いたっけ待ってあれ、私、ナンさん書いてないかも、あれ、飛ばした、いや、書いたはず。あった、はい。ナオさん、アットマーク、リンコの沼に頭まで使っている。え、誕生日おめでとうタワー、ありがとう。なんか最近やけに沼ってますね。というか、いつも公園とかでナオさんおった時にすごい目立つけん、すぐ見つけられるんよ。わら。にしてもナオさんは楽しい詐欺犯ですな。いけない子だ。次会えるの楽しみにしていますね。リンコより、ドップリンコ代表だよね。ありがとう。そう、改めて、これはいつもナンさんが持ってくるタオルです。いや、この人はいけない子です。この人は悪い子悪い子、ありがとうそう、この人はいけない人ですね。そう、赤いやつなんか緑の T シャツに赤いタオル持っとる人がおったら、それはナンさん文字だけバージョン、ありがとう。いやね、私みたいないい子にね、ちょっと悪い子がついたらね、ちょっと私も悪い子になっちゃう、いい子なのにはい、ちょっと待ってね次
次はケイタさん。あ、こじ、あれあれあれ、いやでもねいやでもね、クテージステージからだったらね超目立つから、いつもねオーバーチュアの、オーバーチュアの時点で見つけられる。お礼お疲れ様と、いいよそんなの、いいよそんな無理してダメだよ。そう、自分はいい子、待って見つからん。あ、てかおる、いますか。髪色を変えるから悪い子に。それはでも自分が命令しちゃったから。ダメダメ、そんなそんな。え、でも、え、でも今日の自分はちょっと髪の毛チュルチュルでちょっといい子みたいな。コナンさんこんばんは。え、そう、明日クアトロなんですよね。そう、え、でちょっとヤバヤバに、あれ、いないかもしれないから、ちょっとまた後日読みます。次、ポポさん。そんなに、あんま変わらんけ、あ、いた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 、いました、いたいました。明日配信ない気がする。なんかね、クワトロはね、いつも配信な、な、なんかある時を境になくなりましたね。なんかあったあった。ケータアットマーク STU ではリンコシカです。え、誕生日おめでとう、タワーありがとう。なんか思うんじゃけど、そろそろリンコ押し始めてどれぐらい経つ。自分的には結構経っとるんじゃないかなって思うんじゃけど、どうなんじゃろ。いつも、はい、いつも配信での的確なコメントもありがとね。センスあるなって思う。これからもリンコ単押しでね。リンコしか見ちゃダメだよ、リンコより。ありがとう。これはアバターです。ありがとうございます。ヨコパンさんこんばんは。確かに。なんか確かになんかとか、 なんだかんだとか書く気がする。ありがとう。え、もうみんなリングソー、たん押しなんで、え、たん押しですよ、たん押し、たん押しね、たん押しだもん。他に、他の頃の名前聞いたことないもん。たん押しありがとう、文字だけバージョン。楽しい。大事な楽しい。ありがとう、ケイタさん。じゃあ次はポポさん。ポポさん、かゆかにかわさん、ドリームグさんこんばんは。え、もうみんな楽しい。パパちゃん、え、なんかね、頭ってかゆいよね。え、白身じゃないよね。え、白身じゃないけど頭がかゆい。ん、あ、いたいたいた、はいじゃないよ。はいじゃないよ。ポポ、アットマークリンコのためならどこへでも、え、お誕生日おめでとう、タワーありがとう。ポポさんとはここ半年ぐらいで一気に距離が近づいたんじゃないかなって思います。今思えば、あ、ま、違う違う、最初の方はなかなか会えるあれじゃなかったけど、今はいっぱい会えて嬉しいです。いつもありがとね。ポポさんもリンクが一番だよね、かっこ熱リンクより。ありがとう。え、卵、いや、なんか卵がないかなって思って、いや、もう今日シャンプー3回してるの。いや、もう違う違う、これは違う。ありがとうポポさん。ここ半年ぐらいで仲良くなったよね、かっこあつ。かっこあつ、ありがとう、文字だけバージョン。あれ、あれでよかった、あれでよかったとは。ありがとう、今ではこんなに会えて嬉しいです。あ、ポポさんも楽しいですね、楽しいよね、楽しい な気がする。うっかりあんこさん、どれもありがとうございます。え、そう、今日シャンプー3回もしたの。そう、なんかしました。
ありがとう。みんなアットマークついてるじゃん。そう、なんかみんな書いててみんななんかアットマークついてるなと思って。成田さんハートありがとう。そう楽しい、そう結構いるんですよね。嬉しい嬉しい嬉しい。次 TK さんは自分超倒し多い、三輪子は倒し多いです。はい、多分お母さん調べ、多分3本立ててるので3本分です一気に書きました。あーバイクが、はい、 TK アットマーク凛子と人生歩みたい、イエ、誕生日おめでとう、タワー3つかっこお母さん調べありがとう。あなたあなた凛子と結婚したいと言いつつ目移りしすぎじゃありませんかね。そんなんじゃ結婚専用、多分 TK さんは凛子の予想では26歳か27歳じゃけん、うん、7、8歳差か、ちょうど良いのに、いつかのお話し会での愛してる攻撃、多分デレデレリンコの日、あれはすごかった、あれはいつ思い出してもフォーとなります。あとね、あとね、リアルお話し会てか10日とか私物サイン会のインパクトもすごかったよ。あ、褒めてます。あとあと地味に毎回服装楽しみにしとるよ、ハート。アイドルの私よりもおしゃれなんだもん、ずるい。あと最初はうちはなかったけど途中からうちは持つようになったね。しかもリンクうちは率高め、ハート。これは大スガモですな、リンコよりはい、キミさん、あ、よはい、予想予想は読めます、読めます、これ読める。あ、これはあの3本分です。いや、圧じゃないよ。読めるかな。ありがとう。はいはい、自分は優しいのでハートをたくさんつけました、ありがとう桜あら、あらあらあら、はいなんだそんなリンク押しててよかったって思うよ、その真面目なんだ。次、熱帯雨林さん、熱帯雨林子なんかお前になる、あの美容師めお前にしたなえ、じゃ充電してるの、ショールームが悪い。ライトニングさん、こんばんは。いるかな、いないかな。ワイプさんこんばんはなんか自分いつもさ、自分のオーダーの仕方が悪いんか知らんけど、いつもなんかちょっと気が抜いたらおんまよになるぐらいの長さに切られるひーくんさんこんばんは。あ、いなさそう、お、いないかもしれないからまた次回やります。次、いとちゃん、そらいろさんこんばん。いやいや、え、書いて楽しいからなんか書いて。ゆういちさんこんばんは。え、違う、自分今日さ画像でさ写真見せたのに、なんかちょっとあんまちょなんかなそうなんね、自分で前髪切った方が、え、でもうん、でも前髪切るの下手じゃけんな。白馬かしーさんお疲れ様です。いとちゃん、うん、壇上にはおる。え、なんか知らん人の写真を見せた知らん、なんかミディアムって調べたら出てくるやつ。明日カウントラでリンコーちゃん振るから見つけて。悪い子だあ、いないかも、また、あ、もしかして、もしかしてあの人の、あの子のところに行っているのかな、あの子のところに行っているのか、寝落ちだな、悪い子だじゃあ次、おんたさん、あ、おったおった、あ、ごめんおった。いとちゃん、アットマークよしよしコンビ愛してるへ、誕生日おめでとう、タワーありがとう。僕隊おりましたな、おるって知らんくって、曲の途中でいとちゃんおるのに気づいて嬉しくなった。昨日はちゃんとリンクウーチャーしか振っとらんかったね、安心しました。少しは出会った時より成長 できてるかな、リンクより。僕隊で出会ってエモいねありがとう。いや、今あの子もやってるからさ、多分配信
ありがとう。そうですよ、いとちゃんはね、結構最初らへんからずっとよしよしコンビよし。なんかこういとちゃんと出会ったのが、私が初めて僕と出た時にそうリンクをしてくれるっていう。だから昨日一昨日、うん、どっち、昨日僕隊だったっけ、うん、昨日何、昨日一昨日か、うん、僕隊っていつやったっけ、うん昨日か一昨日の僕隊にそうおってからエモエモってなりました。いや自分監視厳しくないですよ、甘々な方だと思う。ありがとう。一昨日か、そう一昨日一昨日です。あ、角さんこんばんは。席外します。あの子のところに行くんだね。角さんバラありがとう。はい、じゃあありがとう。たくさん成長している。まあさすがにね。まあちょっとはね。そう、自分甘々だと思う。ってもっとひどい人はもっとしてる。自分なんてめっちゃ甘い方だと思う。はい。次はオンタさん。違います。次誰、あ次オンタさん。自分多分 STU の中でも監視は甘い方だと思う。めっちゃ監視甘いし、束縛 してないよ。あ、いた、オンタさん。ゆうちさんかわいい、ありがとう。しょうないさんこんばんは。オンタアットマークリンコに会うため生きる。誕生日おめでとう、タワーありがとう。オンタさん前変わらずずっと好きだってくれてる。多分2月ぐらいに初めてのお話したけど、これからも良い関係が築けそうです。いつか私が東京まで行くから待ってて、ハート、ずっと押してね、リンクより。まだ顔覚えてるよ、かっこ多分。ありがとうございます。いや違うんや、じゃあわしが東京行くんや。いや、ありがとう。だから東京だったっけ、多分東京だった気がする。ありがとうございます。誰だろう。いや多分顔まだ覚えてるかなって。多分。私が会いに行く、リンコが会いに行きます。ありがとうございます。これは私の記憶の根の中の似顔絵。一度で認知もらったことがまずない。でもさ、2月だろ。んた、え、ね、どうや、どうや、記憶が、でも、ま、多分覚えてる。多分。目黒なんですか？目黒？ありがとう。かわいい。かわいい。そういうこと？目黒に住んでるんかと思った。めっちゃ配信で個人情報言うじゃんって思う。そういうことか。めっちゃ僕目黒に住んでるよって言うから言っていいかと思った。帰り、じゃあ次。そう、めっちゃ個人情報言うんだなって思った。違った、次角さん。いました、さっきちょうど良いところに。はい。これ角さん。次、角さんアットマークリンクにバラ100本、いえ、お誕生日おめでとう。めっちゃ可愛いタワー、ありがとう。最強もんじゃけどグッズすごくないかい。あれは自分で作ってるの、あの大きいタオル大好きだよ。なんかメールの返信する人増えてる気がするけど大丈夫かな。リンク一番じゃないとダメよ。おこバラディーディーって呼ぶぞ。似てる。ありがとう。いる？あ、読んじゃったけどいるかしら。いるよね。いるよね。バラディーディー。バラディーディーいるかい。バラディーディーさんいますか。あ、いた。ありがとう。そうや、なんか
そうなんです。最ひどいんですよ。最初の時は楽しだったのに、なんかあれよあれよとつられて、なんかメールの返信いっぱいしててひどいです。面白い。え、ハマりそう。自分だけバレ DD って呼ぼうかな。ありがとう角さん。文字だけマージャン。ありがとう。明日もあのタオル持ってきてね。ありがとう。はい、じゃ次もっくん。もっくん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 、あ、持っていきます。じゃあ許す。許す。もっくん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 、さっき言った気がする。ひろふみさんこんばんは。スランプくんこんばんは。い、あれ消えた。あ、いた。よかった。 DD って呼ぶところでした。けんけんさんこんばんは。もっくんアトマーク DD 坂のリンクを愛してる。え、話、あ、間違えた。お誕生日おめでとう。タワーありがとう。君なんかツアーの時に、あ、私のペンライト振ってくれてる、嬉しいと思っとったら違う色を振っとるの見えたぞ。でも自分らいっぱいお話ししてとっても仲良しだもんね。ハートねえ、かっこあつリンコよりなんだかんだ感謝してるよ。ありがとう。なんか君マリソーさん、息子っちさん、ストーンセンジさんこんばんは。いや、もっくんは DD だね。もっくんは DD だね。DD だもんだって。なんか自分の話し会に結構前から来てくれてたから、あ、自分楽しかなって思ったら他の子がもっくんの話してて、あ、DD なんだなってなった。ありがとう。ありがとうございます。もっくん。いや、もう、あ、この人は DD なんで。DDDD。ありがとう。じゃあ次、レインボーさん。ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそありがとうございます。そうなんですよね。次、レインボーさんです。いや、焼きもちなんて焼いてないんですよ。ちょっと、イラッとするだけで、焼きもちなんて全然焼いてないですよ。え、違う、他の子がそのファンの人の話をするのを私が聞き耳を立てて勝手に聞いただけです。クイちゃんこんばんは。なんか叫んでる誰かが。そう、ちょっとね。ちょっとイラッとするだけでね、全然やん気持ちなんていけません。レインボーさん、なんか変な人が叫んでるそうで、坂の上のくもさんこんばんは。いやいや、それちょっとね。治安悪いんかな。いないかもしれないから後日読みたいと思います。じゃあ今日は最後、せんちゃんです。いや、敵かい、もうね、超優しいから大丈夫だよ。たまたこさん、ハートありがとうございます。自分はりんこちゃんにしてな、なんでなんで。なんで治安悪いんかな。なんか治安悪いんかな。あ、いないかもしれない、いないかもしれない。あ、いました。いました。はい、これあなた。せんちゃん、アトマークリンクよりももたんが好き。イエ、誕生日おめでとう。タワーありがとう。確か去年に引き続き2回目のお祝い。もうすぐオーディション配信から2年経つね。あの時からずっとありがとうね。なんか気づいたら推しは増えてたけどね。でもリンクがナンバーワンよね。当たり前、リンクより犬好き同士仲良くしようね。え、違う、全然顔違うよ。
ありがとうね、なんかね、なんかね、この人はね倒しだったかな、倒しだって思ったんですけどね、なんかね、なんかね、うん、倒しはなくなったねいや、こ、いや、いや、この人、いや、倒しいっぱいあるけど、じゃこの人は倒しじゃなくなりましたありがとうせんちゃんそうですよ。あ、でも、あ、でもやっぱり自分が一番かなとは思うんですよね。いや、だって、いや、倒しじゃないもん。違うよ、ツアーで見たからな、私。ツアーで目撃したから。ツアーでも見たから、私。ツアーでね、白白とね、何あのね、紫とね、忘れたけどね、あの子のペンダント振ってるの見たからね。うちわも見たから。見たからね。ありがとう。そう、倒しね、貴重ですね。ありがとう。文字だけバージョン、いや、わらわらじゃないんよ、ちゃんと見たからねありがとういや、でも自分のペンライト一番 いっぱい振っとったけん、まあ自分が一番だろうねまあ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 、まあ、そう、あ、終わった終わった。え、これさ、終わったね、終わりました。今日いなかった人は違う日に読みますね。あの子ですよ、あの子、終わったえ、そう、今日も長ズボンえ、今日はなんかいつものあの黒の、何、黒の400円の長ズボンではなく、今日はなんかちょっとピラーって開くタイプのおしゃれ長ズボンなんです。オンタさん、ありがとう、ありがとうこれはね、これは1時間配信だったら全部お礼配信でなっちゃうから、ちょっと長めにやらないとダメかもしれない、うん、そうだよ、本当そう。今日の、え、違う、この短パンはなんか結構フィットするから、足の何、太さがもろ出るんですよ。そう、今日体操服じゃない。そう、これはね、何円だったかな、これは言うて、これは何円だったかな、これは私の中では高めの1500円の長ズボンですそう、これはね、でももろ下半身の形が出るからあまり好きではない偉いでしょ、でしょ、足ね、足そんな、え、あの一番太っとった時に比べたら細くなったかなと思うけど、まあ全然そんな、え、違う、これ部屋着じゃないもん普段着だから部屋着は体操服だから。広島のりょうくん、こんばんは。これは高級、そう、ズボンで1500円も出しちゃった、高級すぎる違うよ、これはレッスン着にもなるし、普段着にもなる最強長ズボンです。そう、ハヤホクさん、ヒデリンゴさん、こんばんは花子、ハートありがとうございます。初めて見た時この美人誰と思ったえ、違うの、お尻の形がこれもの出るの、このズボンだから上着羽織らないと恥ずかしい、これのズボンは、だからあんまり着てないそっか、え、でもそっか私、どうだろう、なんか私服がレッスン着みたいな、かわいい、ありがとうゆうちゃん似合う、ありがとうございます。マリドリさん、こんばんざいそう、お尻が出るからこれはちょっと見せられない。あまりにも面白すぎて頭から離れないじゃあまた歌うねでもあの替え歌をもう頑張って練習しすぎて、普通の独り言の歌詞を忘れました私はね、ほんとね、
わかりやすいよね、お尻とか言ったらね、コメント早くなるんだもん。わかりやすいなって思う。本当わかりやすいよね。そう、わかりやすいんだよね。やはんさん、こんばんは。ねえ、やだ、どこ見てるの。プレゼン、え、なんでも売れピー。そう、マックスタヌキさん、こんばんは。もう犬の着ぐるみもあのおたげも黒歴史でしかない。キヨニーさん、パセバラ、ピーちゃん、ハゼッチさん、こんばんは。ギギさん、だるま、ありがとう。左目の横にあるホクロのファンです。フフフフ。いや、わかりやすいなって思って。ゆうたさん、こんばんは。私そんなお尻痛くなるほど自転車こいだことがない。ね、あのぬいぐるみね、買ってもらったんだけどね、どうするんかね、あれ。どうするんかね、あれ。明日、待って、明日できるかな、クアトロ。でも私ももっとちゃんとしないとなって感じよ。まるさん、こんばんは。話そう、なんかお話し会でも来させてくれるらしいから、いつか来たい。おしめんに会えるためならば、明日6時起きです。でも余裕で起きる気満々。クワトロ配信なさげかもわかんない、でもない気がする。にゃんきちさん、クリありがとうございます。なんかね、クワトロは配信がなんかいつからかなくなりました。ないのね。そっかそっか。なんかカートロはいつからか消えました。えね、とかそうね、サンプラザで歌うなんてね、そんな経験もう絶対二度とないよね。確かにそう考えたら貴重な経験かもしれない。カートロ1列目で、おじゃあ たくさん見れますね。そう、なんかいつからかの、はい、いつからかなくなりました。そう、完売しているの。わーい。どうしてなくなったん。それはやっぱりちょっとあれじゃないですか、大人の事情じゃないですか。え、違う、なんか最初ワンハーフで歌詞考えたら、なんかフルにで考えてくださいって言ったからフルで考えたんですよ、私は。だから多分あの子犬の皇帝がワンハーフでした。そう、大人の事情じゃね。そう。明日、え、見学できるならしたい。あのミニスタジオやりたい、2部だから。ブルーレイ予約しました。ん。ん、ありがとう。マサッチさん、こんばんは。まだ歌えるわ自分。え、もう頭から離れん。もうお風呂で、お風呂浸かりながら調理頑張って覚えたよね。もうかなり追い詰められとった。膝の上で、いや、遠慮しとく。遠慮しとく。やった、そう、四国嬉しい。こんばんざい。歌詞の解説配信。え、普通にあなたたちの気持ちだよ、普通にあなたたちの気持ちだよ。カットされていたら、え、なんかあ、黒歴史が清算されなくて嬉しいって気持ちと、私の頑張りが消滅された悲しみ。
そうだね、自分なんかユニット、あ、なんかあの STU のオーディションあるじゃないですか。それでその新しく入ってきた子たちはユニットはどうなるんかな、あれかな、なんか多分そんな5人ぐらいかな、3人とか分からんけど、それぐらい数人とかだと思うんですけど、その子たちはユニットはどうなるんだろう。そうなんです。いや、なんかみんなの気持ちかなって思って。そうそうそう、私にも後輩ができるけど、なんか、うん、後輩できる嬉しさと、みんなが新しいもの好きだから、みんながその子たちに行かないかっていうちょっと不安もあるそう、私も5人ぐらいだと思う。小学生はね、年齢的に多分ダメなんですよ。中学生から20歳までだったと思います。そう、先輩になる吉崎さんって言われるどうなんじゃろうね、なんか3期生ではないって言われたけど、どうなんじゃろうね本当に本当に、自分も今からアクターズスクールさんに入って、ちょっと受けようかななんちゃって自分もちょっと今ここで2期生を卒業しますって言って、アクターズさんのオーディションを受けて入って STU のオーディションを受けて加入しようかな落とされたら終わりですね終わり終わり。そう、3期生じゃないって。もう落ちたら終わりだね。落ちたらもう一般人に戻りますそう、ちょっと私が逆にダンス教えてもらう立場になると思う楽しみ、教えてもらおう教えてもらおう情けないですね、ほんと。でしょ、危険、もうそうです。みんなが何浮気をしないように、私が体を張ってもう賭けに出て、 STU 卒業からのアクターズさんオーディション受けてからの STU オーディション受けてからのっていう感じねえ、なんか12歳から20歳とかまでだった気がする。どうだったかなさあ、でもどうなんじゃろう確かに、でもね、そうね、2期生埋めますとか言って、そう、2期生裏切っちゃう、ダメダメ裏切られない。どうなんだろう。後輩に監視の仕方を教えましょう。そうですね、やっぱりねまあ監視力では負けてないかなって思うので、はい、ちょっとね、その新しく入ってきた子たちに、私がみんなの扱い、お宅さんの扱い方を教えてあげようちょっとね、いやねえ、バラエティー班じゃないし、自分、そう、教えてあげよう。そう、いや、ダメ、いやだ、自分多分なんかショールーム審査とかあったら監視するね。もう絶対もうコメント欄に、あ行きやがったってなるわそうそうそう、いろいろ教えてあげないといや、もうそんなことしてもね、ダメだよ、どうせバレるんだからねさあ、行きやがったなってなる。天使の絵の具さん、こんばんは。バレないよ、いや、もう行く気満々じゃん。なんなん、ひどい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 。いやいいけど、こんばんはだけコメントしたらもう去ってねダメだよダメだよ。サトシさん、こんばんは。ダメだよ。
そんな絶対可愛い子ばっかり決まってんだもん。そんなさあんてさ絶対さなんかさ何そんなさ何だって芸能人志望のこんなわけじゃないですかね。私みたいな素人から来たのとは違うんですよ。わけがそんな芸能人志望のね子ばっかりじゃないわけじゃないですか。絶対そんな可愛い子ばっかりじゃないですか。そんなのいやダメでしょもうタワーとかダメでした。ダメすぎるわダメだ。さあそんなね絶対可愛い子ばっかりだもん。もうやだやだそう新しいもの好きだからフォローしようかと思ったけど怖い。いや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 そんなねすごい。でも自分もアクターズさん入っときゃよかったかないやダメでしょ。いやタワーはダメでしょ。タワーは普通にダメだよタワーはダメじゃない。だタワーはさなかなかの推しにしか投げんでしょ。ダメでしょそれは。ダメだよねえダメでしょ。ダメダメですよそんな。いやクマもダメ。いやダメでしょ。いやクマはダメでしょダメダメそれほっちゃさんこんばんは。やだなそう。話し会まとめ話し会まとめりんこちゃんの犬の姿が見たいがために打ち上げさんのブルーレイ予約しました。おすごい趣味の持ち主でシャンプくんハートありがとうね。なんかさ新しい子が入ってくるな嬉しいけどなんかそうみんなが流れるのが嫌だ自分は。まあそれはまあしょうがないけどでもなんかちょっと嫌だサイン会それはもう推しだね。ダメダメやだな。可愛い子ばっかりなんだもん絶対。もう想像がつくね。絶対可愛い子ばっかりそうやだ。そう嬉しいけどもううんみたいなはスペイン部はねそれはもうダメなんダメでしょダメダメこんにちはしか許しませんいやさあのねそうまずその何サイン会とかねそれも推しにしかやらないから、ね、ダメですねでもその子たちは多分2月に加入してくるから2月はもう新しいアーシャに変わる時期違うか新しいもうちょっとしたら新しいアーシャに変わるからで大丈夫大丈夫そうこんにちはだけね。こんにちはあ頑張ってねだけうんこんにちはと頑張ってねだけね可愛いねはちょっと嫌だ。2月か3月か4月ぐらい多分シャーシャーねもうやだわそう次のシングルにはそう後輩がいる。私も吉崎パイセンって言われるようになる。応援してるよとかわいいねはまあうん感じ。合格したらおすね。あそれはダメに決まってるよね。あそれはねダメですね。ダメダメ押し打ちはもうそれは押し面だね。それは押し面になったねチェキあそれは浮気だね。うんめっちゃ浮気だよ。あそれはもう浮気でしかないけど応援してるねとねこんにちははいいよあそう私の時に持ったよね。でも言うて私の時私がオーディションの時配信した時も合格したら握手会行くねって人いっぱいおったね。まあでもなうん愛してますわ
いや、それはね、それね、それはちょっとね、あれだね。うん。え、そうなのね。私マジで太れん、太れん、太れん。え、こんにちはとね、応援してるねとね、リンコちゃんかわいい、かわいいよね。リンコ先輩おすすめだよとかね。吉崎先輩はね、すごいいい人だよ、優しい人だよっていうコメントはいいですよ。全然してくれてもしてくれてもいいですよ。あ、そうね、おったね。私のオーディションの時に持ったよ、りんこちゃんが合格したら本気で押しますっていう人おったよ。違う違う、りんこちゃんは優しいよみたいな。そう、うんうん、それはまあ別にしてくれてもいいかな。りんこは、いやいや、りんこはいい意味でやばいならいいですよ。いや、その人たち、いや、まあまあまあ、おる人もおるよ。安心して。おる人もおるよ。OKP さん、こんばん。それはね、不安だろうから応援してますよ。まあ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 。やだな。あ、私の心の救急車が。心の救急車が。お迎えが来ました。いや、なんか、え、でも全然なんかそんな、まだそんな。え、じゃあメンタル、や、え、もう見る間かな、配信、オーディション配信見る間かな。もう絶対にもう、うわってなる予感しかしない。心の救急車。うん、そう、プラカード踊れるようになった。え、もう見るまっかな、見るまっかな。なんか推し編しますとか書いてる人ったら超ショックじゃ。見るまっかな。あって、え、嬉しいけどなんか超複雑みたいな。あ、ランジャイ見ます。あのね、誰ですか、あなた。あなたね、あなた絶対、何？リンコの柔らかぼんじりって何ですか？誰ですか？13位、リンコの柔らかぼんじり。はい、12位、たまたこ。はい、地蔵 DD。11位、東、父さん？シェイシェイ。10位、やっぱり来年、アットマーク、ファンリンコ。9位、シロケンさん、ありがとう。8位、ユー、リンコの笑顔が好き。7位、ユーちゃん、タウン氏にはとっても優しいよ。あ、別にタウン氏じゃない、推しにはとっても優しいよ。変わっちゃった。あ、呼んどるね。6位 AT さん、グリーンアリーナで待ってます、待っててください。5位佐藤花子、アットマークリンコ、リンコ。4位ナオトちゃん、ありがとう。3位は、竜兵さん、ありがとう。